のお昼は外で食べようっと。天気もいいし、きっとサンドイッチも100倍美味しく感じるよね。どこで食べよっかな。屋上？それとも中庭？あ、ほのかちゃん、りんちゃん、りんちゃんもお昼食べに行くの？うん、天気もいいし外に出ようと思って。本当？私もなんだ。一緒に食べよう。いいの？嬉しいにゃ。じゃあ中庭行こう。うん、いただきます。もこもこ、サンドイッチ美味しい。このふわふわ具合最高。ふんふんふん。ほのかちゃん本当にパンが好きなんだね。サンドイッチもコッペパンもベーグルも大好き。好きなものを食べてる時って本当に幸せな気持ちになるよね。そうだね、好きなものが食べられるって幸せなことにゃ。りんちゃん、ちょっと元気ないね。何かあった？あ、もしかしてラーメン不足とか？なんちゃって。そっか、大変だね。え、本当にラーメン不足なの？最後に食べたのいつ？2週間前。2週間？あのラーメン大好きりんちゃんが2週間もラーメン食べてないなんて。あ、本当に何があったの？どこか具合悪いの？違うよ。実は、リンね、ずっと前から通ってる中華料理屋さんがあるんだ。でも、この前行ったら入り口に、諸事情でしばらくお休みしますって張り紙がしてあって。そうだったんだ。それは残念だね。あそこのラーメンは特別なんだにゃ。どんなに練習で疲れてても、一口食べれば元気になれるの。店員さんも優しくて。リン、あのお店大好きなんだ。お休みの理由は何だろう。お店の人たちに何かあったんじゃないかって思ったら心配で。他のお店のラーメンを食べても元気になれないんだ。リンちゃん。どうしてほのかちゃんが謝るの？私、全然気づかなかった。りんちゃんがそんなに悩んで苦しんでること、何も気づけなかった。そんな、ほのかちゃんは何も悪くないにゃ。りんだってずっと黙ってたし。決めた！私、りんちゃんが元気になれる方法を考えるよ！ほのかちゃん、大切な仲間が落ち込んでるのに何もせずになんていられない。りんちゃんの笑顔はミューズの私の元気の源でもあるから、私に任